皆さんこんにちは、ことみチャンネルです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今回は神奈川県小田原市にある漁港の駅ととこ小田原をご紹介いたします。こちらは漁港直送の新鮮なお刺身や海鮮丼、イタリアンなどの種類豊富な海の幸を堪能できる施設です。またここでしか味わえないびっくりするような海鮮グルメも楽しめます。広々としたテラス席では相模湾の美しい景色を眺めながらワンちゃんと一緒にお食事ができます。小田原ならではのお土産もたくさんあり、見ているだけでワクワクしてしまいます。そんな漁港の駅ととこ小田原について今回は詳しくご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧いただきまして、ワンちゃんとのお出かけの参考にしていただけると嬉しいです。こちらが館内図です。まず1階は小田原の海産物や農産物、お土産などが買えるエリアになっており、美味しいプリンやソフトクリームも買うことができます。そして2階、こちらでは海鮮丼や定食、ラーメンなどがいただけるトトマル食堂と、魚介イタリアンがいただけるバルリゾデミーノがあります。テラス席ではワンちゃんと一緒にお食事ができます。続いて3階はお刺身天国小田原海鮮55というお刺身の食べ放題のお店があります。こちらもテラス席はワンちゃん OK です。ワンちゃんは2階3階のテラス席へは外の階段から上がります。それではまず2階のととまる食堂から行ってみましょう。ちなみに営業時間は1階が9時から、2階が10時からです。私たちは9時に到着し、まず1階でお土産などをゆっくり見て、10時頃2階に上がったら階段の下の方まで30組から40組ぐらい並んでいて、結局30分ぐらい待ちました。9時過ぎからすでに並んでいる方もいらっしゃったので、少し早めに行ってみた方がいいと思います。こちらがテラス席です。広々としたテラス席なのでカートで行っても十分余裕があります。ただカートを持って階段を上がらなければいけないのは少し大変です。そしてこちらがメニューです。海鮮丼も種類が豊富で、見ているだけでお腹が空いてきます。生物が苦手な方向けにフライなどの定食や麺類などもあります。そして私たちはこの漁港の海鮮丼と頂上丼贅沢セット、単品のアジフライ、そして別日でこのウニウニパラダイスラーメンをいただいてきました。食券を買って自分の番号が画面に表示されたら取りに行くシステムです。どう、美味しい？うん、うまい。新鮮。うん、見て、ウニだよ、ウニ。これ期間限定。期間限定みたいに。あ、やばい、ウニが落ちた。じゃあお刺身食べてみる。味ついてない。美味しい。ふこちゃんサイズだね、ほら、ちっちゃくて。うん、美味しい。これどうやって食べたらいいんだろう。ご飯だけ最後残っちゃう。でここだって全部お刺身だよ。どういうこと。はい、こっちゃんお弁当です。大根とかぼちゃとマグロ、茹でたやつ。なんだこれ。なんかわかんない。なんか書いてあった気がするけど、よくわかんないけど、歯応えが、歯応えが分厚い。頼みましたよ、ウニウニパラダイスが来ましたよ。はい、はい、ウニウニ、すごいね。いただきます。食べてます。まず第一にぬるいけど、なんかすごいうまい。そうなんでね、香りがすごい、その香りが。後味がうまい。ウニだね。うん、ウニだね。笑っちゃう、美味しさ。でもぬるいね、やっぱりね。ぬるい。ぬるいけど、うんうん。ウニ好きにはたまらないと思うね。ウニ好きにはたまらない。美味しいよ。うん、美味しいよね。麺の量がさ、すごいよ。うんうん、醤油が欲しいね。うん、そう。美味しい。スープは何だろう、味噌系？醤油でも塩でもない。ウニ系ね。そう。けどなんかさ、うん、ミョウバンの臭みがあんまないよ、ね。ない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 。ウニも美味しいけど、このウニの味がすごい濃厚で美味しい、汁も。うん。続いてはお刺身天国小田原海鮮55というお刺身の食べ放題のお店をご紹介します。
こちらは事前に整理券を発券して、おおよその時間になったらお店に行くか、整理券に記載の QR コードを読み取るとメール呼び出しの設定もできるそうなので、ずっと並んで待たなくてもいいのはとっても楽です。メニューはマグロやサーモンをはじめとする数種類のお刺身と、他にもカレーや煮魚、唐揚げなどもありました。ちなみにイクラはスプーン1杯だけとのことです。テラス席は2階ほど広くはありませんが、このようにテーブルとテーブルの間に余裕があるので、ゆっくりお食事ができそうです。持ってきましたよ。はい、こちゃん、お待たせしました。面白い、なんかこう掛け声、イエスゴーゴーってやらないとダメみたい。はい、じゃあこっちゃんはトマトのゼリーを持ってきてます。ゼリーどうぞ。喉乾きました。あー今回さ、ゼリーが緩いから、ちょっとあら、なんかベロ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 出してる。ちょっと出さん、ダメね、難しいんだよ、分量がアバウトだから。でも水分控えめだね。食べ放題の量じゃないよ。少ない。いただきます。これマグロの唐揚げ。あ、ここにお醤油やろ。うん、あ、そう。おいちゃん、どうぞ。はい、うん、いいね、海をバックに。あ、もううまい。うまいね。なんかさ、見た目すごいなんかこう、そう、ゴリゴリに硬そうな感じするけど、柔らか。でもなんか、なんかもっといろんな種類あるかと思ったけど、あの、青魚系、サバとか食べたかったな。アジとか。イクラはね、スプーン一杯だけで、こんな感じ。食べ放題ってでもさ、やっぱワクワクするね。はい、今日のこっちゃんのお弁当。じゃがいもと人参と大根と、これはタラを煮たのを持ってきました。じゃがいもどうぞ。おお、アップダイトアップですね。はい、人参。はい、よく食べました。また食べようね。1階の入り口を入ってすぐ右側に小田原漁港プリンというお店があります。こちらでは漁港ならではのソフトクリームや可愛いプリンなどを買うことができます。買いました。レモンミルクのソフトとシラスのソフトクリームです。食べて。合う？なんかシラス感がないから、生臭くもないから、なんかそのサクサク、何のサクサクだ。出てきました。一瞬食べた感じはなんか クッキーかなんか乗ってるようなサクサク感。でも後から、あ、後からしょっぱさが来る。後からすごいチラス。生臭くはないけど、ソフトクリームのミルクが消えた後に魚が残る。レモン美味しい。私なんかレモンだけでもいいかも。夏にいいね。爽やか。あの、甘ったるくないからいいや。爽やか。この日は利用料金に応じて父の日のイベントガラガラポンをやっていました。はい、10回、ね、10回すごい。白、2回。何色がいいんですかこれ。緑とか赤。濃い。ダメだよ。5回。あった。やった。あ、ごめんなさい、待ってた。8、9、黒。やった。金が出ました。あ、金が出たんですけど、ちょっと対応お願いします。え、なんで。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。びっくりするんじゃないかつくん。ティッティリ。すごい。一番いいやつ当たったよ。びっくりしちゃった。すごい大騒ぎだったよ、みんな。詰まってきちゃって。その他、黒と赤の玉は割引券とおせんべいをいただきました。
そして特賞は父の日おつまみセットとして塩辛クルトンとかまぼこなどの詰め合わせと鮭とチーズの燻製風ディップというのをいただきました。今回もたくさんお土産を買った中から実際に食べて美味しかったものをご紹介いたします。まずはこちらの極わた塩辛です。普段塩辛はあまり食べないのですが、私イカワタが大好きで、この焼きワタ作りという言葉に惹かれて買いました。ここにも書いてあるように、ワタを焼くことで香ばしく仕上げてあるとのことです。色が濃く濃厚なお味とスルメイカのコリコリとした食感がとっても美味しかったです。2回目に行った時もリピートで買って帰るぐらい美味しかったです。続いてはこちらの海鮮キムチです。海鮮キムチというだけあって、イカやアサリ、エビなどが入っていて、海鮮風味のとっても美味しいキムチでした。ただ海鮮だから仕方がないのかもしれませんが、量の割にはちょっとお値段高めかなと感じました。ただ味はとっても美味しかったです。続いてはこちらの笹いぶしです。燻製風味のチーズ入り笹かまです。開けた瞬間燻製の香りがふわっとして、これもまた美味しかったです。そしてこちらは黒胡椒チーズ巻きです。思ったより小さいなと思いましたが、こちらもおつまみなどにちょうどいいと思います。そしてこちらが鮭とチーズの燻製風ディップです。私は燻製風味と書いてあるものに弱く、ついつい買ってしまうのですが、これは野菜につけて食べたり、パイに塗ってもとっても美味しかったです。そしてこちらはサバドレ、サバ風味のドレッシングです。サバと思いましたが、これ海鮮丼を食べたとどまる食堂に置いてあって、お刺身をつけて食べたらすごく美味しかったんです。第一印象はお魚風味のごまだれって感じです。ここにも書いてあるようにいろいろ使えそうですが、冷ややっこにかけたら濃厚でとっても美味しかったです。生臭いといった印象はなかったのですが、もしかしたら苦手に思う方もいるかもしれないです。最後にご紹介するのはこちら、小田原で採れたサバのガーリックオイル漬けです。これはまさにザ・ご飯のお供って感じで、ほかほかご飯の上に乗せて食べたらとっても美味しかったです。ちなみに小田原といえば干物、現地で買うのってうまい、安い、新鮮というイメージがあると思うんですが、実際に訪れてみると値段が少し高めに感じました。特にこの大味の干物はスーパーで売られているものよりは大きいものの、1尾929円は少し躊躇してしまいます。産地直送の新鮮でお安いお魚を買えると期待していただけに、少し残念に感じました。ということで、お土産のご紹介は以上となります。そしてここからは視聴者さんプレゼントのお知らせです。トトコ小田原のお土産を抽選で1名様へプレゼントさせていただきます。抽選会はライブ配信の中で行っているのですが、今回は事前のご応募という形ではなく、ズバリリアルタイムにライブ配信を見に来ていただいた方へその場でエントリーをしていただいて、その場で抽選会をしたいなと思っております。日時は8月の11日日曜日20時からを予定しております。プレゼント自体は本当に大したものではないのですが、一緒にワクワクドキドキを楽しめたらいいなと思っておりますので、ぜひお時間がありましたらライブにも遊びに来ていただければと思います。また変更などがあれば随時 YouTube のコミュニティから投稿しておりますので、こちらもご確認いただければと思います。長い動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画がいいなと思ったら、いいねやチャンネル登録、ぜひコメントなどもいただけるととっても嬉しいです。それでは今日もワンちゃんとの楽しい一日をお過ごしください。暑いので水分しっかりとって、熱中症に気をつけてくださいね。